さんこんにちは。ネバーエンド大使です。はい、皆さんどうもこんにちは。その目は何ですか？その目は目をね、すげえ張ってんすよ。目張ってんすよ。目張ってる、目張ってる、目張ってる、目張ってる。一番言ってみよう。はい、ということで本日はこの我らが地元スーパーアイヌ屋さんにですね、買いに来て、そこでちょっと小分けにされたものを知りたいと思います。はい、ということで今回ですね、アイヌ屋さんでこちらメバルをゲットしてきました。これね、メバルなんですけど、赤、白、黒、メバルいるみたいですね。で、今回のは黒メバルです。これアップで見てるんですけど、なんかこの前扱った黒ソイと何が違うのか素人目にはちょっと分かんない。見りゃ分かんでしょ。見ればどこが違うんですか、具体的に。なんかお魚王子にちょっと聞いたんだけど、このね、メバルの体長、これ最大でも30センチぐらいらしいですよ。で、クロソイはもっとでかくなるんだけど、あとはこのでっぷり感、もうちょっとクロソイって太い感じ。なるほど、サイズとフォルムってことですか。サイズとフォルムがちょっと違う。まあちっちゃめですよね、メバルは。なるほど。じゃあ本日はこのメバルを煮付けにしていきたいと思います。はい、メバル処理していきましたので、こちらこれ煮付けにしていきます。煮汁作っていきます。で、これを煮立たせていきます。うちということで、5分経ちましたんでいただきます。うお、うまそう。はい、ということで出来上がりました。メバルです。メバル、メバルといったら煮付けだよね。ということでいただいていきたいと思います。お疲れ様、ありがとうございます。じゃあ、いきますよ。うわぁ、これ多分相当うまくできてんじゃない。ホロホロやん。いただきます。うまい、うまいよ。ね、なんだろう、しっとり。で、こう、まあ煮付けもちょっとうまくできたかもしれないんだけど、すげえ魚しっとりしてて、なんかホロホロって口の中でほどけてくるんですよ。崩れる感じ、すごい、すごい、なんだろうな、あ、こんな上品だったんだっていう、すごいそんな感じがします。本当にうまいです。メバルですか。目を張ってます。はい、いきます。結構衝撃じゃない？このホロホロ感。ホロホロっすね。なんか身質が結構特徴的やな。そう、そうですね。で、そんなになんか主張してこないというか。そうそう。この魚は、はい、春を告げる魚みたいな感じで、春告げ魚の一つなんですけど、はい、春がね、漁の最盛期なんですよ。だからいっぱい取れるんですよ。うんうん、でも一番美味しくなるのは多分夏。夏なんで、まあ今春ですけど、春はいっぱい取れるんで、まあ、スーパーでも見かけると思うんで、ぜひあったらね、食べていただきたいなと思います。本当に美味しい魚です、これ。これ、ね、これ煮付けの王様ぐらい美味しいんじゃないかな、これ。相当好きだわ。やべえ、うまかった。本当。でも骨以外残ってないですね。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。いや、本当うまかったね。ちょっとね、煮付け、メバルの煮付けをちょっと舐めてたね。まあ、簡単に釣れちゃうのでね、そんなにこう高価な魚っていうイメージはなかったんですけど、ほんと美味しい魚でしたね、煮付け。これぜひね、メバルの煮付け以上美味しい魚あるよみたいな、ぜひ教えてもらいたいですね。煮付け奥深いね。ちょっと好きになってきたわ。じゃあ今回メバルをいただいたということでね、今後ちょっと目を張る魚をね、探しに行ってきたと思います。行ってきます。